はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、夜回り3続きをやっていきたいと思います。はい、まあ前回なんかビルから出てきたとこですよね。なんか異界から戻ってきて、じゃあそれの続きになるのかなって感じですね。よいしょ。あ、これアイテムね。アイテム前回取ってなかったっけ。よいしょ。丸文字で、お化けは目を合わせなければ襲ってこないはず。目を閉じて気配を消すことって書いてある。 OK です。まあ基本的には目を閉じたらいいってことだね。あったら、こっちは行き止まりかな。まあでも基本的に走ればいいよね。これ小刻み走り片足だけでこれ走ってるみたいになってる。ほらめっちゃステップカラスいる。これ何？あ、10円だ。 ありがとう。これ10円いっぱい貯めてったら結構いい感じになるんじゃない？何？何？ここ、なんだかすごく嫌な予感がする。ってことはあれかな、やっぱりモンスターっていうかね、やつらが、怪異たちがいらっしゃるということですね。看板に張り紙が貼ってある。駐輪禁止、放置自転車は撤去しますって書いてある。 OK。 これ家の人に電話とかできないの？ここ開けっぱなしだねよし。この看板、端っこにメモが貼られてる。子供っぽい汚い文字で、おばあちゃんから聞いたけど、街に落ちてるものを拾ったりすると人面鳥ってお化けに見つかって食べられちゃうらしい。だから知らないものは触っちゃダメらしいよって書いてある。なんかありましたよね、これじゃない。メニューを開く、拾い物、これだったっけ。挟まってた紙じゃないし、あれは拾い切ったわけじゃないからあれなのか。なんかビルの横にね、雑誌みたいなんが置いてあって、そこになんか書いてあったんだよね。小鳥だったっけ、なんか拾ったりするとね、襲われるよみたいな。お、返せ。私何も持ってないけど、懐中電灯？懐中電灯確かに持ってきちゃったな、あっちから。あとなんかマガタマみたいなやつ。今のは？鈴とか、ね、返せとか言われてたけどね。早くお家に帰らなきゃ。OK？ とりあえずお家に帰る感じかな。ここにいるね。ここの家の人大丈夫か？こっちはいけない。で、なんか反応してるな。あ、ここに、あ、いるんだ。あ、また違うタイプの幽霊ですね。よいしょ。まだなんか認識してなければというか、別にそんな近づかなければね、別に危害加えられるわけじゃないってことだよね。とりあえずこっちをね、お、なんか出てきた。やられるかと思った。危なかった。ここまで来るかと思って下がっちゃった。でもここまででしたね。ここまでで寸止めでございました。危なかった。よいしょ。石ころ？これって何か、ああ、なんか、百目みたいなやついるな。これ取れる？あ、でも近づいてもなんか別にそんなに反応しないんだな。じゃあ全然大丈夫だね。ちょっとなんか探索したいとこ多いな。こっちね、さっきのめちゃくちゃでかい顔のやつとかいたけども、あそこに入れるのは幽霊。あれ拾えるのかな？なんか、ロボットのおもちゃみたいなの落ちてるけど。とりあえずこっち抜けられたんだけど、あ、アイテムあるな。これは拾って、妖怪図鑑。道に落ちた妖怪の図鑑。雨に濡れてページがくっついている。カッパは人間の肝とキュウリが大好きな川の妖怪。で、ページだけ開けた。カッパね。カッパとか出てくるってことでしょうか。でも今んとこカッパが出そうな場所ないんだけどな。そこにいるね。そこなんか横抜けられないかな。あ、そっか、別に 目隠したらね、抜けられるっちゃ抜けられるのか。でも危険を顧みてそこまで行く必要あるかな。あ、あれ、これ、あ、復活してる。え、じゃあ復活してるのでちょっと試してみるか。どうだったっけ？ Y だったっけ？セイ。あ、これ拾えるんだ。投げたやつ拾えるんだね。
オッケーオッケー。で、これは広い。何これ、なんだなんだなんだ、手が出てきたな。何したいの、終わり、即死。あ、大丈夫だった。オッケー。折り紙、折り紙じゃない、紙飛行機か。こっちにもいるな。でもこっちには別に行かなくてよさそうだね。オッケー。じゃあこっち進ませてもろて、あ、10円、ありがたい。これ10円がないとね、セーブできないもんね。ここにあるけど、またこれマンホールから出てくるかな。こっちはこれ、あ、セミか。これセミですね。なんかあのロボットのおもちゃかと思ってたけど、セミでしたね。あ、カラスがいる。カラス、よいしょ。あ、何も持ってなかった。カラスなんか光物とかね、結構取りそうなイメージあったからこれセミか。あ、動いた、セミが。なんかアイテムあるな。取って、あ、あいつ気づかれた。セミが動いた。まあ確かにね、突然動くとね、びっくりするよね。ゲームの世界だと大丈夫だけど、さすがにね、リアルでセミが急にね、動いたりしたら、ね、びっくりしますよね。とりあえずセーブしとこっかな。ここがうちってわけじゃないよね。セーブ。あれ、でもこれセーブ、10円玉なくなったら終わりってことはさ、あ、今、投げちゃった。これ10円玉もしかして投げれんの？投げれるな。すごい、なんか再戦とかするときがあるのかな？あ、猫、あ、よく無事だったな。あんなにね、魑魅魍魎がいたのにもかかわらず、よく無事でしたね。私のお家に着いた。あ、着いたな、帰ってこれた。よかった。そっか、全然大丈夫そうでしたね。でも私には呪いが、うん、呪いを、何時だったっけ。でも今夜中に解かないといけないんだよね、夜の間に。朝になっちゃったらダメなんだよね。ね、呼んでるね。麦、私大変なことになっちゃったの。私呪われちゃったんだって。今夜中に呪いを解けるかな。いや、そりゃ心配だよね。なんか異界からよくね、ここまで帰ってこれたよって感じだよ、本当に。もう帰ってこれただけでもすごい偉いよ、麦。ね、この猫もなんか特殊なのかな。あのお姉さんが言うには、私は昔呪いの解き方を知っていたはずだって。忘れてしまったことを思い出さなくちゃ。忘れてしまったこと、何を忘れたんだろうね。あのお姉さんが実のお姉さんだったとか。それだったらもっとあれかな、両親とかもわかるか。っていうかね、なんかそういう痕跡とかがそもそもあるはずだもんね。ここは私綺麗、大きな姿見に私が映っている。あ、それだけかそれだけでしたね。あっちからお姉さんが話しかけてきてくれるとかじゃないんだね。お父さん、そこ扉あんの？壁に跳ねかけてない？大丈夫？心配させちゃいけない。いや、まあでもこういうのは話した方がいいよ。ね、静かにしよう。ね、助けてくれるかもしれないし。ここは？あ、開かないんだ。ここもダメで、ここも、あ、これ反応してんの、あれかな？鏡に反応してんのか。そうだよね、きっと。うん、多分そうっぽいね。じゃあこっちに上がって、あれ、クロコちゃんのお部屋めちゃくちゃ広くない？広いめっちゃ広いな。何すればいいんだ。鉛筆が落ちてる。小さい鉛筆だ。これについて何か思い出せるかも。あのお姉さん、私はもう呪いを解く方を知ってるはずだって言ってた。忘れたことを思い出せって。お姉さんのことを思い出したらもう一度会えるって。これを拾った頃のことを思い出してみよう。一つ思ったのが、ランドセルがそこに置いてあってさ、私この格好で学校行ってたんだよね。あれかな、日によってちょっと気分変えるためにランドセルにしたりとか、
ね、このショルダーバッグに変えたりしてんのかな気になるとこそこかよって感じですけどね。小さい鉛筆手に入れました。これを思い出を見返す。はい、結構見返さなきゃいけないやつ多そうだったね今。これ学校かな。で、多分男の子かな。ねえ君、鉛筆持ってたり、持ってない？まあでも学校だからね、鉛筆ぐらいは持ってきてると思うけど、悪いけど僕に貸してくれないかな。なんで？持ってきてないの？筆記用具忘れたのかな。クラスの人全員に貸してもらえなかったのかな。ダメかな。これ渡したせいでなんかフラグ立っちゃったとか。あの、これお姉さんにもらったものだからちゃんと返してね。ありがとう。後で教室に返しに行くから。本当に君って言ってたぐらいだから名前とか知らないんじゃない？うん、わかった。あ、私の教室わかるのかな？あ、やっぱそうだよね。わかんないよね。普通に開けたらいいんじゃないの？ね、私の教室は。え？なんで？なんで貸してあげたらそんなことされなきゃいけないの？なんか落としたな。あれが鉛筆かな？後ででも回収しに行けたってことだね。ね、鉛筆もうもらったんだから返さないよみたいな。でもお姉さんってなってたから、やっぱりあの、ね、異界にいたお姉さんのことかな？今の記憶は、あの頃の私はお姉さんのことを知ってるのかも。ね、そうっぽいよね。私はあの日、あそこで何かをなくした。あそこへ行けば何かを思い出せるかもしれない。行ってみよう。え、すごい、勇敢だね。でも結構時間があれだからね、的を絞っていかないと。稲の束だ。これについて何か思い出せるかも。思い出せるものいっぱいあるな。確認。ちっちゃい頃に北の田んぼで拾ってきた稲の束。あそこは住んでる人以外あまり行かない場所だった。今はどうなってるんだろう。で、これは決定して、これ拾ったものってどうするんだ。思い出を探そう。やることリスト、今日の思い出。あ、違うな。ん？まあ一回とりあえず調べられそうなもの全部調べてみるか。ちょっと休んでいこうか。いや、多分そんな時間ないかな。いや、わかんないけど。で、これは着替えようかな。ああ、着替えられるんだ。なるほど。このランドセルは別に反応なしか。OK。これは、あ、ここでやっぱ思い出すんだね。稲の束。はい。稲の束。なんだろうね。あ、お姉さんいる。結構お姉さん、ね、背高いね。なんか、南京錠というかね、こうガチャガチャ鳴ってたけど、あ、なんか影が見えたか？で、これ落としたのが稲の玉ってこと？じゃあ、ここも、後でね、行けるなら、行かなきゃいけないってことだね、きっと。ザー。てか、そこ落とした、ね、落としたってことだもんね、そこで。物を落としてんのにさ。物を落としてるの、なんでこの部屋にあるんだ？どういうことだ？わからんな。とりあえず、多分調べられそうなもの全部終わったよね。だから、ね、あの映像に映ってた場所に行かなきゃいけないってことか。行ってきます。傘とか持ってったらいいんじゃない？とりあえずね、ちょっとした武器でも持っといた方がいいと思うよ。で、これ石ころとかってどうなんだろう。でも結局死人したら追いかけてくるとかそういうこと言ってたからさ、あんまりどうなんだろうね、意味がないのかな、攻撃しても。音で誘導できる敵もいるってことかな。音で誘導できるならね、もっと
かわしようある気がするけど、これはなんかダメそうな気がするな。ね、なんかちょっとダメそうだな。なんかモヤがかかってたね。ちょっと他に道がなさそうだったらそこ行ってみようか。看板に町の地図が書かれている。現在地、団地、学校。学校に向かわなきゃいけないんだよね、多分。学校が鉛筆で、稲が、団地の上の橋のやつかな、あっちか。あれ、でもあっちから帰ってきたよな。わからんぞ。あの、思ったより詳細マップじゃないな。この辺は？あ、かわいい猫たちの集会所だ。こんなところに小さなメモが落ちてる。子供っぽい汚い文字で。夜に犬の散歩をしていたとき、道の真ん中にぐるぐる巻きの影がいて、慌てて逃げ帰ったんだ。あの目ん玉のやつですかね。あれが噂の小鳥だったのかも。って書いてある。なるほど。じゃああれが小鳥だったってことか。猫ちゃーん。遊ぼう。遊ぼう。猫ちゃん。早いな。さすが猫、早いな。これ、ブランコ別に何もできない。今持ってるお金、30円じゃ買えないな、何も。30円じゃ買えない。大体でも自販機ってどうなの？ 100 円とか？あ、でも70円ぐらいあるところもあるよね。こっちは？ん？雲。雲がかかって、雲の巣が。何あれ？めっちゃ、和装をしている。あれどっか行く。あ、こっちに来いってこと？それか誘われてるかね。あ、なんかおさむ、あれを取っていいの？あ、じゃあこの人いい幽霊かな。あれに何かまつわること。あ、どうしたの？ちょっと話聞いてあげよう。多分助けてくれると思う、きっと。消えちゃったな。ね、別に脅かしてくるわけじゃなくて、あれを見て、ね、膝、ついてたもんね。指輪かな？古い指輪だ。これについて何か思い出せるかも。え、あの、黒子、あれかな？あの方に、あれかな、結婚してくださいって言われて振ったのかな。あ、紙飛行機も誰かが作って置いていった綺麗に折られた紙飛行機。すごく遠くまで飛んでいくのにどうして捨てられてたのかな。まあいらなくなったんでしょうね。街で偶然見つけた古くて汚れた指輪、ちょっと歪んでしまってて指にはめるのは難しそう。指にはめようとしたんかい。急にその辺ね、その辺に落ちてる指輪を急にはめようとしたんだ。いや、まあ、はまらなくてよかったかもね。まあ、何かアクションすることでね、また別の呪いにかかっちゃう可能性だってあるからね。なんか探索できるとこ多いな。でもなんかこっちはあんまりね、いないね。幽霊が。あの辺を、ね、あの、お侍さんか、誰かわかんないけど、牛耳ってんのかな。お？なんか赤い、あ、ちょっと、お？これはこのままでいいのかな？走れ！あ、なんかある。ついてくるな。ついてきますね。ずっとついてくるな。ちょっとついてくるけどごめんね。看板、張り紙貼ってあるから読むね。犬の糞は持ち帰るようにしてください。って書いてある。まあ、それはそうですね。これ追いつかれたら終わり？あ、いや、ここまでしか来ないのか。あ、そっかそっか。あっちまで行ったらあれなんだね。オッケー。なんだ、ただの脅かし要素か。別に、なんてことはないな。足ペタペタなってただけだな。ちょっとついていきたいだけのお化けさんかな。だいぶ足跡でかかったけどね。あ、またここで石を。石って本当に何使うんだろう。石ころ。ここなんか開きそうで開かないんだ。あ、これ張り紙。男の子の写真が載ったチラシが貼ってある。この子供を探しています。心当たりがある方はこちらの電話番号へ。って書いてある。その小鳥っていうやつに
襲われちゃったのかな。この辺もなんかあるね。これかな？あ、違うな。どれだ？なんか反応してる。あ、これか。看板に街の地図が書かれている。だいぶね、南の方に来ましたね。こっちでいいのかな。多分まあ学校の方行かなきゃいけないんだと思うんだけど、なんかドックドック鳴ってるってことはやっぱ幽霊かね、何かしらがいるってことだよね。こっちはなんだ。あ、これってやっぱダメなんだよな、きっと。まあ触れてみてもいいけどね。これやられたらどうなるかっていうの分かんないからな。どうした？どうしたの？大丈夫？痛い？どうしたの？どうしたん？脅かしてくるだけか。もう一回来る？あ、やっぱこっちも、あ、じゃあ行けないのか。ちょっと行ってみるか。あ、なんかダメそうだね。オッケー。あっちは行っちゃダメ。これまだいる？あ、いなくなってるな。また来るかもしれません。あ、一回だけの演出でしたね。いや、すごいもがき方してたな。でもあの人もなんかまた違うのかな。あ、いる。いるけどあれ横抜けられるか。あー、抜けてもなんかあるのかな。普通に走って抜けられたりしないかな。とりあえずちょっとこれしよう。これしてね、今日初めて使ったかもしれないこれ。でも抜けた先がわからんな。これ目つぶってる間でも結局その赤いとこにぶつかったらアウトなんだよね。ここ目開けちゃいたいな。いいか？ OK、 逃げろー。走れネズミ。マウス、待って。マウス、どうしたのマウス。あ、ちょっと走、ちょっと待ってね。走る、スタミナがちょっと黒子スタミナがね、まだ今ないからさ、後で上がるかもしんない。ダメ。あ、ダメなやつかな。これ追いかけてきてる？あ、追いかけてきてるわけではない。あ、オッケーオッケー。じゃあ抜けられるね。あのネズミさん追いかけていったらいいんかな。うん、でもあんまり追いかけてくるやつ、今んとこあの白いやつだけかな。ネズミいなくなっちゃったな。あ、こっちを行けないね。ここは？あ、ここ行けるんだ。え、なんか、あ、アイテムある。これは？ひっつき虫を拾った。余裕だな、黒子。黒子余裕ですね。ひっつき虫を拾った。ひっつき虫。これもアイテムの何かに。あ、これかな？ひっつき虫。トゲトゲした、雑草の実。よく服にひっつくからひっつき虫って呼んでいる。草っぱの中に入ったら出るときたくさんついてくる。あ、私もね、昔結構つきましたね。遊んでるとね、めっちゃついてくるんですよね。ね、ひっつき虫をくっつけて、なんか、ね、袖の周りにひっつき虫いっぱいくっつけたりとかしましたね。あれ、なんかドクドク言ってるけど。あ、なんかいる。なんかいるけど、これ普通に抜けられるかな。ただいるだけっぽい感じもする。うん、普通に走って抜けれたね。ただいるだけか。 OK、 これあれだよね、さっきの公園に戻るんだよね。公園に戻ろう。またここで蜘蛛の巣引っかかるんか。あ、蜘蛛の巣引っかかるとスタミナが一気に減るのか。なんか減りが早いね、めちゃくちゃ。なるほど。やばい、なんか探索だけで今日終わっちゃうかもしんない。あ、いる、白いやつ。あー、まあでも学校の方とりあえず向かおうかな。うん、学校の方向かおう。これスタミナアップとかないかな、後で。結構ね、スタミナがすぐ減るんだよね。1212121212。まあでもしょうがないか。あ、またここセーブあるでしょ。こっち行ってないよね、多分。こっち行ってない。なんだこれ、お祈りできるやつ。あ、お祈りできないんだ。こっちは、ここって通ったっけ。あんま通った覚えがない気がするな。オッケーオッケー。じゃあこっちに進んで、あれ、犬がいる。看板に張り紙が貼ってある。駐輪禁止。
放置自転車は撤去しますって書いてある。犬、どうしたの犬、犬危ないよ、なんかいっぱいいるからね、チミ毛量の類がいっぱいいるから気をつけた方がいいよ。あれ犬が、あこれ、あさっきの犬かな、追いかけてきてる、追いかけては来てない。さっきの犬があれかな、変わっちゃった。でこっちに抜けられるね、全然。ああ犬、あ大丈夫だったの犬、よくあれ抜けれたな。まあ私より断然犬の方が早いと思いますけどね。こっち、あこれなんか落ちてるな、あこれを拾えってことか。あ結構これで思い出せるものが増えてきたんじゃないか、犬のおもちゃだ。これについて何か思いどういうこと、黒子この町で関わりすぎじゃない、なんで思い出せんの犬、あ犬犬犬、ちょっと待って犬、待って犬犬どう大丈夫、犬もうあの犬いないのかな、いないか、犬あーこっち行けないな、多分行けないと思うんだよね。とりあえずちょっとさっきのね犬のおもちゃかな、縄を縛って骨の形にした犬が遊ぶためのおもちゃ。うちに犬なんていないのに、いつかどっかでこれを見たような気がする。あじゃあ普通に野良犬と遊んであげたってか、まあ飼い犬かなと遊んであげたのか、なんだこれぎょっこ、ぎょっこですね。結構犬、ああこれ囲まれたな、見てる間だけ襲ってくるのかな。じゃあ普通に通っちゃうなるほどね、ライト当てると来るんだね。 OK 覚えたよ。まあ全員覚えていかないとね、対処法を覚えていかないといけない。ただ追いかけてくる系は今のところはあの白いやつと、まあ犬はねちょっと近づきすぎるとまあ同じように追いかけてくるのかな。犬とあの白いのと、あまた犬ね、犬と白いのと、あでもここ抜けたい感あるよな、あ抜けられない、ダメかな、追いかけてきてる、そこまでか。でもスタミナがあったらいけるかな、こうやって認識してなかったらとかは関係ないね、関係なさそうだね関係なさそうだったね今。OK、そこじゃ抜けられないかな。OK、じゃあ、迂回しましょう。そうだね、3匹ぐらいかな。それ以外はね、ただいるだけっていうのが多いですね、今のところ。あれ、ネズミ。さっき追いかけてたんだけど、見失っちゃってた。あ、ネズミ？あれ、そっち？こっちはまだ行ってないか。ネズミ、どこ行くの？ネズミ。マウス、これも追いかけてったら何かしらアイテムをくれるってことかな、ね、思い出さなきゃいけないものをくれるってことかな。何ここどこだ、どこに行こうとしてんの、そこパズルのかけら、位置を拾った、ネズミの穴の中にあった金色に輝く何かのかけら、もっと部品があるのかな、全部集めるとどんな形になるんだろう。これもパズルのワンピースですね。何もないかなとは。OK。ここなんか渡れそう？ドクドクは言ってるけど。あ、待って、カッパが、どうのって言ってたね。カッパここら辺いるか。でも猫がいるとこって大丈夫だったりしないかな。あ、謎の生き物の死体。見たこともない生き物の死体。緑色の液体を流したままゆっくりとも動かない。触るとブヨブヨしてゼリー。黒子ね、黒子結構別にビビりじゃない。ビビってるふりをしてるだけなんじゃないか？そんなね、よく触れるな。ホラーゲームとか全然大丈夫な私でも、それは触りたくないな。勇敢、黒子勇敢すぎるぞ。よし、まあネズミが、来た道を戻ってったらいいかな。うん、多分大丈夫だと思う。それで学校の方向かいましょう。いやー絶対触りたくない。あこれネズミが来た道とちょっと違う道っぽいな。100名がいる、そこで止まるのね。 OK、
でも目の前に立たなければ別にね、何も脅威ではない。こっち行くとあれだったっけ、こっちが犬だったっけ。あ、こっちあれだな。オッケーオッケーオッケー。ちょっと迂回しないといけないね。いやー結構入り組んでるというかね、同じような道が多いからね。まあ地図とかは見れるけどさ、左から行ったら、右から左に行く。あ、いやでもこっち行けるのか。ちょっとあれからもっと下の路地か何かだったかな、犬がいたの。こんだけ民家あって電気もついてるのにね、誰もってか、あ、やっぱ犬か。犬の横ワンチャン抜けられないかな。犬があっちを向いた瞬間、あ、ここでバレるんだね。オッケー。で、あそこはバレるんだね。オッケーオッケーオッケー。あった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 。どう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 。オッケーオッケー。よし。あ、でもあそこだけ徘徊してるだけだからいいのか。そっかそっか。じゃあ追いかけてこないんだな。吠えるだけで追いかけてこないんだ。近づきすぎると多分やられると思うけどね。うん。じゃ今んとこ白いやつとかだけかな、一番脅威に感じるのは。ね、やっぱり、目をつぶらなきゃいけないからね。ん？なんか明らかに、明らかにやばそうなやついるな。もうなんかやってますね。でもこれ、野球ボールにも見えるな。顔のとこがね。これ見つかったらどうなの？思ったより見つからんな。あ、見つかった見つかった。うおー、黒子の方が早い、黒子の方が早い。あ、でも結構ついてくる、結構ついてくる、結構早い早いですね。早いっていうか黒子の方が早かったけどスタミナが切れるのが早いなるほどね。うん、まあ次ね、別のセーブポイントを見つけたら終わりにしよっかな。あるかわかんないけど。こっちがでも元々からね、来た道に戻ってんのかな。ここアイテムいっぱいあるな。ああ、これね、また捕まるやつね。いやー、助けてー、怖いよー、助けてー、助けてこっちにいるけど、上に行かなきゃいけないもんな。とりあえず上の方に向かわなきゃいけない。あ、でもさっきのルートで一応良かったっちゃ良かったんだろうな、きっと。まあでもいいでしょう。あ、出たね、また。また出てきました。こんにちは。うおーって言ってる。ここに白いのいるよね。白いのいるけど、ここ無視して、ここ左行っちゃおうか。左行っちゃおう。あ、そうなると下に行くのか。いや、じゃあ上に行こう。上に行こうかな。なんかね、上が変わってたりするかな。これ、何使うんだろうな。石投げても倒せんよね、多分。100目っぽいやつに当てたような気がしたけど、あれ一応当たってなかったのかな。あ、こっちにもいる。こいつはダメだな。一番、やばいな。うん、あ、走るの早いし。まあ、認識しなければもしかしたらあいつも襲ってこないんだろうけど、結構ね、小刻みにね、動いて、お、ネズミ、あ、また、あれかな？なんかいるな。なんかいったな。目だけ見ましたね。ネズミ、やっぱまあ、アイテムを集めていくのが、あれかな。うん、今日はアイテムを集め会だ。探検会ですね。あ、こいつ、あ、まだここにいるんだ。めっちゃ見てくんな。窓がない方でもね、目を向けようとしてた。この辺に何かある？あ、こう、なんかネズミが消えた。丸文字のメモ、3。丸っこい文字で書かれたメモ。なぜか自分の家をすぐに思い出せなかった。久しぶりに行ってたからかな。って書いてある。なぜか自分の家。誰の文字？誰だ？とりあえず、ここまで戻ってきちゃったけど。いや、どうだろう。こっちだよね。
あ、でもそういえばここって通れなくなってなかったっけ、もともと。あれ？どうだった？忘れた。スタミナが早く切れるなあ。あれ、まだネズミいるじゃん。これもしかして同じかな？同じとこに誘われるだけかな。ここにアイテムあるね。ラムネの瓶、ビー玉の、ビー玉が中に入った瓶、振るとコロコロと音が鳴る。ビー玉だけ取り出したいけど、キャップが硬くてとても開きそうにない。あー、あ、思い出した。あー、なるほどなるほど、ありますね、ラムネの瓶、懐かしいなね。あ、飲むのも結構苦労するんですよね。結構大変でしたよね。ビー玉が詰まってなかなか飲めなくて懐かしいな。でも美味しいんですよね。こいつどうにか退けないか。これってついていく感じに行くとどこまで行く、どこまで行く、結構どこで U ターンするからね。あそこね、 OK。 じゃあここでちょっとね、あの脇に避けといて OK、 抜けられましたね。うん、これは大丈夫そうだね。あ、結構、あ、ここもう端っこまで来たんじゃない、上のなんかいるな。徘徊系っていうかね、動いてるやつですね。結構割と小刻みに動いてるから、もしかしたら見つかると追いかけてくるかもしれないね。うーん、敵が多すぎるなまあみんなって結構特徴的だから分かりやすいけどね、覚えやすいけど。うーんと、こっちは、こっち行けるな。こっち行ってみよう。アイテムいっぱい本当にこの使い方教えてほしいです。汚い字のメモを拾った。汚い文字が並んだメモ、星を見てたらおばあちゃんに怒られた。悪いものと目が合ってしまうからなんだって。あー、なんか呪いかかる条件みたいな感じで言ってましたね、お姉さんが。よいしょ。これは10円。これ10円あげたら許してくれる幽霊とかいるってこと？なんかいる？ああ、いるな。でもここを抜けたいな、なんとかして。よし、とりあえず何も見えない、何も見えないから、いないと一緒、いないと一緒だ。何もいなければ、何もいないのと一緒。この状態って走れないのかな。近い近い近いです。こっからもう走ってぶっちぎれないかな。行け、逃げろーい。カラスついてきてないよね。あの白いやつは一応大丈夫そうだけど、さすがになんかあのナタみたいに持ったやつは目の前でね、目隠してもダメな気がするな。目隠してもってね、見えないって、認識しないってやってもなんか意味がないような気がするな。カラスあっちの方向見てるから、こっち合ってんのか、こっち合ってますか。てか、そろそろセーブポイントはないですか。これ何？あったー。ちょっと今日はここまでしよっかな。もうめちゃくちゃ探索だけしちゃったけどあ、でもこれってあれか、思い出をあれしないといけないから、多分何個か取ったんだよね。まあ、次回できたらそこに、でも戻んのちょっとやだな。ちょっととりあえずセーブしよっか。セーブして、これなんか、祠間移動できたらいいんだけどな。セーブが完了しました。別のお地蔵さんまで、あ、移動できるんだ。あ、じゃあこれありがたいな。うん、まあ、次回、あ、これここに、あ、じゃあここなんかちょっと思い出を思い返せそうだね。じゃあこの辺ちょっとやってから、次回はね、思い出の方できたら、家に戻ってね、思い返していきたいですね。はい。では、今日はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。